ジャイアントホグウィードはセリカの多年生植物。和名はバイカルハナウド。ヨーロッパにおける2005年のジャイアントホグウィードの生息域ジャイアントホグウィードが他の外来種と共にイギリスへ持ち込まれたのは19世紀のことで観賞植物として持ち込まれた。そして現在ではイギリスに生息する鳥によって広範囲に広がっており、特に河川の堤防において 顕著に広がっている。ジャイアントホグイードが形成する密な群落は、固有の植物を排除し、動物の生息域を削ることとなっている。アメリカ合衆国北西部とカナダ南部においても、ジャイアントホグイードは生息地を広げており、加えてドイツ、フランス、ベルギーでは、外来種のジャイアントホグイードが、在来種のヘレクリアムスフォンティリアムを駆逐している。 カナダでは、ジャイアントホグイードがブリティッシュコロンビア州、アルバータ州、サスカチュワン州、オンタリオ州、ケベック州、ニューブランズウィック州、ノバスコシア州、ハテワリ島であるニューハンドランド島でも確認されている。ケベック州においては1990年代初頭に確認された。その後、南西方面のオンタリオ州へと生息域を広げ、サウスウエスタンオンタリオ、 2010年にはカナダ最大の都市圏であるグレータートロントとカナダ首都オタワ近郊のレンフルー群で自生していることが確認された。ジャイアントホグイードは1917年頃にニューヨークに持ち込まれたとされ、1930年代にはブリティッシュコロンビア州で記録されている。現在ではブリティッシュコロンビア州西部ワシントン州。 オレゴン州といったアメリカ合衆国北西部のみならず、ニューファンドランド島からアメリカ合衆国北東部、ノバスコシア州から西のオンタリオ州、ウィスコンシン州、南のインディアナ州、メリーランド州、ニュージャージー州へと生息域を広げている。さらに時折、ミシガン州で自制報告がなされる。現在ではアメリカ合衆国連邦政府によって多くの州において、 有害植物として指定されている。ジャイアントホグイードの頭鼻ジャイアントホグイードの樹液には、高毒性の物質が含まれており、樹液が皮膚に付着したまま太陽光か紫外線を浴びると、深刻な植物性光線皮膚炎を引き起こす。まず、皮膚が赤く腫れ上がり、かゆみを引き起こす。そして48時間以内に水泡を生じさせる。それらは最後には、 黒から紫色の傷として数年間もの間肌に残り続ける。そのため入院が必要とされている。さらにわずかな量でも目に樹液が入ってしまうと一時的もしくは高級的な失明の原因となる。これらの症状の原因はジャイアントホグイードの葉、根、茎、花、種に含まれるフラノクマリン類の有機化合物である。 フラノクマリン類の有機化合物は上皮細胞の細胞核へと侵入し、細胞を死に追いやる。その茶色い色はフラノクマリン類から生成されたメラニンによるものである。各国の行政機関は子供をジャイアントホグーイードから遠ざけておくことを勧めており、合わせてジャイアントホグーイードに触れたり掘り返す際は防護服と防護メガネを着用するように勧めている。 そして、もし万が一にでも肌がさらされてしまった場合には、その部分を洗剤と水で入念に洗い、その部分が太陽光に触れないように、数日間保護する必要があるとしている。高毒性と侵略的外来植物であることから、ジャイアントホグウィードは、駆除対象となっている。イギリスでは、1981年のワイルドライフカントリースイードアクトにおいて、ジャイアントホグウィードを植えたり、 野生繁殖を引き起こしたりすることは違法とされている。1974年のフェデラルノックショス・ウィード・アクトにおいて、アメリカ合衆国連邦政府によってジャイアント・ホグ・イードは有害植物として規制され、アメリカ合衆国農務省の許可のない習慣の移動や、アメリカ合衆国への輸入が禁止された。アメリカ合衆国農務省エイリン所によると、豚と牛は明白な症状が発生せず、 ジャイアントホグイードを食べることができると報告されている。ニューヨーク州環境保全省は2008年からデータベースによる報告を含むジャイアントホグイードの統制プログラムを実施しており、ジャイアントホグイードの駆除や除草剤散布を行っている。2011年にはジャイアントホグイードをステロイドの野良人参と呼ぶメイン州の園芸家たちが メイン州の異なる21箇所でジャイアント・ホグ・イードを確認したと報告した。この報告された場所では、1個体から100個体もの群落も含まれていた。イギリスのプログレッシブロックバンドジェネシスの1971年リリースのアルバム、怪奇骨董音楽箱には、ザ・リターン・オブ・ザ・ジャイアント・ホグ・イードと題された楽曲が収録されている。この楽曲の歌詞では、 ビクトリア朝時代の開拓者によって最初に採取されイングランドへ持ち込まれたずっと後のジャイアントホグイードの多数の人間への攻撃が歌われている。バンドの初期に録音され劇的で皮肉を含んだユーモアが散りばめられた典型的な楽曲である。1973年にリリースされたライブアルバムライブにも収録されている。 1971年のアルバムの楽曲は、イギリスのテレビドラマ、ローズマリータイムの第一シーズンの第一話、アンドノーバーズシングにおいて、ホグイードに囲まれた物語の中心で流された。ありがとうございます。